h d 6 4 1 8 0スティップ版、HD64180SY10、SI、PGA 版、HD64180ZQFP 版、HD64180 は、日立製作所が開発した Z80 バイナリ語感の8ビット CPU で、ある。1985年に登場した、ムムやドマコントローラなどを集積し、 アドレス空間は 512KB から 1MB と Z80 よりも拡張された。Z80 にはない乗算、除算命令を備えている。レジスタセットは Z80 と同等のものを採用している。HD64180 はアナウンスされた当初は Z80 互換を歌わず、カタログ等でも CP-M-80 ソフトウェア互換と説明され。 そうでありながら、マニュアルに掲載されている命令一覧は Z80 と同等であったため、マイコンマニアの間では多少の混乱があった。一命令の実行に必要なクロック数は Z80 とは異なっており、制御信号やバスのタイミングは Z80 のそれを改良した非同期バスである。オペコードフェッチサイクルのタイミングが改善されていたおかげで、 同一クロックの Z80 よりもメモリーアクセスタイミングに余裕があったが、その相違のために Z80K の周辺デバイスを直接接続すると割り込み制御機能を使用することができなかった。後にこの問題を解消した HD64180Z が開発された。また、ZyLog より HD64180Z のセカンドソースとして、 Z64180 が、その改良版として、Z180 が製造された。Z180 は動作モードコントロールレジスタの機能が異なっているので、多少のソフトウェアの変更が必要である。信頼性強化のため、使用にない未定義命令を実行すると、トラップがかかるようになっているので、 Z80 ユーザーの間でよく知られていた未定義命令である NIME びレジスタの8ビット分割には対応していない。そのため、これらの命令を使用しているソフトウェアをそのまま実行することはできない。なお、トラップ発生後にセットされるフラグをチェックすることでリセットかトラップかを区別できるので、理屈としては必要に応じてエミュレーションプログラムに処理を移し、 スタックポインタの値から不正命令によるトラップを起こしたコードを読み取って同等な処理を実行するサブルーチンを呼び出すことは可能である。しかしながらそれを実現するためのクロック数は未定義命令を直接実行できる従来の Z80 よりもはるかに増える。この種の Z80 においても動作保障が一切されていなかった未定義命令を あえて使用するのはゲームソフトなどでないイレジスタを HL レジスタの代用として8ビット単位で流用しラムへのアクセス頻度を減らし極限まで実行速度を稼ぐ場合でありそのようなプログラムは未定義命令以外の部分でも実行環境とするハードウェアに依存したコードになっているため命令だけエミュレーションできてもそのままではバイナリ語完成がないことに変わりはない 移植のためにソースコードを修正するのであれば、その作業の一環として、未定義命令の部分を書き直せばよく、HD64180 による Z80、未定義命令のエミュレーションは、実用的とは言えない。ビクターの MSX に、HC-90, HC-95 に搭載されたほか、富士通の FM Towns HR などの CD-ROM コントローラや、 かわい Q-80 といった電子楽器、組み込み機器制御などに使用された。また、NTT の電話番号検索システムであるエンジェルラインの専用端末に採用されたことでも知られている。上述の通り完全な互換性がなかったため、HC-90、95には、 従来の Z80 も搭載されている、ひたちざ64180ファミリー HD64180 ファミリー、ハイインテグレーション CMOS マイクロコントローラーズより、ありがとうございます。